おはようございます。2023年9月の13日水曜日、朝の7時ちょっと10分ぐらい。さあ始まりましたね。おはよう、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 あー痛い。おはようさん、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 君はいつまで乗ってるの？はい、はい、こっち来て、降りて、はい、どうぞ。カモン、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 カモン。おはよう、おはよう。ナンバーワン、ナンバーツーか。うんこは、うん、トイレを変えたばっかりでもううんこですね。今日はさ、ここにね、さっき黒い毛布がね置いてたけど、そこでうんこされちゃってさ、ファイファイ。また洗濯が昨日に引き続き。君たちありがとうね、いつもね、いつも本当ありがとう。まあまた後でね、ちょっとね今忙しいのでパッとトイレ交換して、後ほど、後ほど、食べて、寝て、食べて、寝て、うんこして、みるみる成長してきたね、君たち。よかったね。ね、ちょっとうんこがこびりついてるね。まあ、こんな感じ。わあ、ここのうんこがほら、見て見て見て。あっちゃ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 。もう、大変。大変。お、まだ救急車。おはよう。ナンバーワン、元気？ナンバーフォー、ナンバーフォー。わー、ね、外に出れるのが楽しみなんだね、君たちね。わー、くちゃい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 。いい子だね、ナンバースリーとナンバーファイブ。あ、そうだね、ナンバースリー。カエルさん、おはようございます。じゃあまたトイレを早速交換しますよ。さっき20分前、30分前に交換したばっかりなんだけど、ありがとうございます皆さん。うわ、臭い。じゃあちょっとトイレ交換してきちゃいますね。綺麗にしてから、どうせまた交換したらすぐ、どうせすぐまたうんこするんだよね、分かってるようだ。じゃあね、バイバイ。引き続きね、2023年の9月13日の水曜日、朝の7時18分。さあ、登ってきなさい。登ってきなさい、皆さん。ほら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 。登ってきなさい。うわー、よいしょよいしょよいしょ。はい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 。はい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 。はい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 。はい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 。ナンバーツー、ナンバーツー、ほらこっち来な。はい、君たち、ほら、カモン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 。この子たちはね、あのシャイなんでね、ちょっとね。ナンバースリー、元気？いつも一人ぼっちで君はなんかね、かわいい、一番かわいいだけど、うん、おとなしくて臆病で慎重で、よいしょ。君はナンバーフォーだな。あ、違う、ナンバーファイブだった。ナンバーファイブもね、君に続いてちょっと控えめな子。あ、
あなたが一番ね、わんぱくなナンバー4。うわほら、カモン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 。痛い。これね、本当あれだよね、もう一枚スウェットパンツを履かないと多分血が出たね今な。ファーク、病気になったらどうしよう。君たち病気もう持ってないだろうな。大丈夫か。大丈夫、野良猫ちゃん、捨て猫ちゃん、今はね大丈夫だけど。さあナンバー5。わんぱくでしょ、あんたが一番わんぱくだよ。さあこのうんこをちょっとね、なんでこういうことが起こるかっていうのを、ね、説明させていただきますと、ここでトイレをみんなでね5人でシェアしてるんで、まあね、子猫のねうんこはねち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 ね、たくよねち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 してるんで、それで足ね、手で手足でうんこを踏みつけて、邪魔しないで、ちょっとあなたたちうんこなんだからね。ああ、ここにもついてるし、もうここにも。引っかかないでよ、私のことを。ちょっとよいしょ。あとはさっきこの辺にこびりついて、まあこれは後でいいか。あとは結構こんな、こんなとこに回っていうとこにさ、結構ここもそっか、可愛いから許しちゃうけどさね、可愛いからね許してあげる、多めに見てあげる。しかし私、あーここにもあった、ファーク、ここにもうんこが。よいしょ、あーここにもファーク。あんまり強かったね、ペンキがね。すごいな。くすぐったい、くすぐったい。あ、結構新しいのに買いましょう。ちょっと。邪魔しないでよ、ちょっと。こういうちょっとしたことができない人はどん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 ね、家が汚くなる一方、私はね非常に、ここにもついてもらう。見てこれ、全部これもうこれ、ファーク、まあこれはちゃんとしたね、赤ちゃん用にね使うウェットティッシュなんで、何もね、アルコールもフリーだしね、変なフラグランスもついてないし、ただの水で湿らせたウェットティッシュ。ティッシュ自体がね結構丈夫なんでね、こういう、あとであれだな、モップで今日やっちゃおう。ほらジャンプジャンプ、
さすがにあとはこれ形の朝の結果ね。まずはねご飯をあげて、とりあえず大丈夫だね、うん、この辺にちょっとうんこがねちょっとあると、それを踏んでさ、あっちこっち今日はモップかけてあげよう。まあそんだけね、私の朝の日常でした、ルーティンでした。さあ寝なさい、もう寝なさい。寝ないよな。どうしようかね、どういう風にしましょう今日は。まあとりあえずねご飯を片付けて、うん、この辺にうんこがないか確認してもらったら最悪だよね。始まった。みんな男の子ね。2対1で痛い痛い痛い。君誰？ナンバー3もしかして。嘘でしょ。ナンバー3ほら、ナンバー3ほら、こっち。ナンバー3こっちだ。ほら、こっち来なさい。よいしょ。ナンバー、おー、初めて君。いつもあなたね、一番臆病な猫なんだけど、すごいじゃんね。え、登ってくれたナンバー3、グッドボーイ、グッドボーイ。ダメ、これあなたのうんこがいっぱいついてますよと。まあそんなわけで、ね、日々成長する子猫ちゃんと、ね、いろんなことを体験させてもらってますと。じゃあね、あー、わお、わお、じゃあね、バイバイ。
はい、朝の運動はおしまいで、おやすみね。ちょっとゆっくり休んでてね。また後で遊びましょう。お茶を回収して、君たちは寝るのも仕事なんだよ、わかる？じゃあね、おやすみ。また後ほど。See you soon だね。多分2時間後ぐらい。じゃあ泣かないでね。もっと痛くなるでしょ。じゃあちょっとね、いろいろやることあるんでね。じゃあな、またね。バイバイ。2023年9月の13日水曜日8時49分アデレード、オーストラリア。まあね、今日は日中の気温ね、ピークで25度まで上がると、まさに春だね。さあ洗濯物を干そう。本日第1回目の満足ですか？ここにさ、朝うんち思いっきりトイレでしてくれって、もうトイレをね掃除していた矢先にね、もう待ちきれなくてうんこ漏らしちゃったってとこでしょうね。春が来た。
太陽さん、おはようございます。そっか、植木に水をね差し上げないと。私の好きなねアガファンタスもこれからね。ずいぶんあれだな、あれ取れちゃったのか。結構ね気候変動の影響をやっぱ受けてんだな、多少ね。さあどうしましょう。とりあえず洗濯は終わった。猫ちゃんは今、ね、眠りにつく時間。私は何をしようとしたんだっけ。ね、この猫の毛とかすごいでしょ、ほら。昨日猫がね、ここで寝たんでね。まあ、こういったものとかね、まあ毎日やっぱね掃除しないとやっぱなんないなと、うん、で今朝コーヒーだけ2杯、エスプレッソのね濃いコーヒーとミルクたっぷり入れてフラットホワイトってね、まあこれが一番私は好きかな、うん、さあ今日もおそば食べよう。あそうだ、オクラをね、オクラを、そうそうそう、冷凍のオクラ、もちアイス、美味しかった。あと1個、でも彼女食べないな。でガーリックナン冷凍ね、これちょっと今日やってみよう、うん、オーブンでさ。で私の大好きなねこのアイスキャンディーのすごくのリッチでさ濃厚で美味しい。これ初めて見るぞ、これ鳥。皆さんになんかね、これ初めてだな。なんだこれ。ちょっとカラスみたいだけど、まあでも全然違うでしょ、可愛らしいでしょ。この名前ちょっと分かんないんですけど、これはでもねよく食いますよ。あとはちょっと一回戻しますね。やっぱね家に庭があるってのはさ、うん、いいもんですよ、うん、これが私にとっての This is a life って言うんですか。もうだいぶね、あの朝はいっぱい、もっとね朝と夕方、うん、もっともっといろんな種類のね鳥たちがね、そして多分寝てると思うんだけど、もしかしたら飛び出てくるかもしれないから、ちょっとその時はねバタッと閉めちゃう。こんな感じでね猫ちゃんたちがいまして、もう開けっぱなしにしちゃうと、もう一昨日からね、ようやく解放するんだけど、まあ夕方6時、まあパートナーが帰ってきて、うん、まあ6時前とかね、まあ、6時前後、うん、夜の9時ぐらい、まあ、9時8時ぐらいか、まあ、2時間から3時間ぐらい、うん、この部屋中をね今ね、うん、思う存分にね、走り回ってね欲しいと。もう日々ね毎日毎日ね、もう本当にどん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 ね体つきもね、うん、たくましくなってきて、そしてね、うん、やっぱあんなに狭いところでね走れないからね、うん、やっぱこうやってね階段のね上り下りなんかもね見事だよね、パッ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 と。ただもちろんねその5匹ともみんながね、みんな、うん、あのね早く出して早く出してってビャーミャーミャー言ってるくせにね、腰が引けちゃってね、なんだ大丈夫かもうね、でやっぱそこで切り込み隊長がいるんだよね、一人ね、もう勇敢なね、うん、
猫ちゃんがいて 100% ピュアなね、ホワイトの子猫ちゃん。その子はねもう先頭立ってね、いいから来なさいみんな、私が先に行くよって言ってさ、ね、こういうリーダーが必要だと、これ改めてね猫から学んだ。でも昨日の時点でね、一番臆病でビク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 してるね子猫ちゃんもね、やっぱねだんだんね安心感が出てきてね、階段なんかもね飛び跳ねたりとかさ、ああ喜びに満ち溢れてるね、ああだからもう早く出してくれって分かるんだよね、出したいんだよ、ただ出したでね、私自身が結局一日がねもう猫に遊んでもらって、それで一日が終わっちゃう。それはそれでね、まあさすがにでもそれはちょっとまずいだろうと、やっぱ自分はね、やっぱやることがねいろいろあると、でまあちょっとであとまあもう一人忘れちゃなんないね猫ちゃんがおりまして、今早くご飯をくれと、待ちわびているはずね。リリーごとございます。はい、リリちゃん起きた、よく朝寝しましたか。だいたい時間でわかるから、もう私に懐いちゃってね、まさにもうグルーミングされちゃってるね今で言うね。で今日はもうさすがにちょっとあんたね肥満なんでね、もちろんねあげ、待って目やに汚い、目やにちょっと、こうやってグルーミングができるとね、もうこうやって本当目やになんか取らせてくれなかったけど、今はねまあいやいや我慢しながらね、やってくれてると。リリーお尻向けないで、みんなにこの顔を向けなさい、分かってる分かってる、今日は私とシェアしましょうね。まあ水でね、まあ、ちょっと塩が入ってるんでね、あんまり汁はね、まあ、塩分をあんまり与えちゃまずいだろうから、その辺は配慮してながらね。しかしこれ言ったけど、キャットフードをね、こういうやつのキャットフードよりもこっちの安いからさそこはもうね、ああ面白いな今の時代って思うよね。そんでね、まあほらやっぱね、こうやって私はなんかね、じゃあ今からね、こっちがリリちゃんとこれ私ね、シェアしたいと思いますと。じゃあリリちゃん、はい、思うままに食べてください。さあ私はお蕎麦を食べようと、じゃあリリちゃん楽しんでね。じゃあ私はちょっとお蕎麦をね食べながら、皆さんもちょっとなんかこのさっきのねリリちゃんが残したこれをちょっとね、彼らにちょっとあげちゃおうごめんねって意味でさ、でこれでちょっと一回車のね日よけ、シェイク3シェイクこれちょっとね払いながら、あ大丈夫かな、よいしょ、どんな感じかな、ほら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 。ああ、さあナンバー、ほらやっぱりナンバースリー、ナンバースリーほら、ナンバースリー。食べないのナンバースリー。君にあげてんのに、いいのかい。分かったよ。で今になって遅いよ、遅いよ。あでも大丈夫食べてるな。よいしょ、あったかいあったかい、おはよう、おはよう、電気つけますね、よいしょしょ。じゃあしばらくちょっとね猫ちゃんの
映像とともに。はい、ちょっとみんな、こっち、ちょっと、よいしょ、よいしょ、こっちで食べなさい。どうぞ。この子はやっぱあれだね、本当に引っ込みじゃんでさ、こっちで食べればいいのにさ、ほらここら辺に落ちてるねやつを食べるわけよ。一番可愛いだから、うん、控えめでさね。あなたをちょっといっぱい取りたい。あ、なんだそんなこと言ったら、こういうもんだな、うん、現金な猫ちゃんだったんだな。そうだよ、こうやってね、みんなにね、揉まれながらね、うん、やっぱ一人じゃ人間革命できないっていうのはやっぱその通りだね、うん、いろんな人間にね、揉まれて、ようやくそれでね、うん、立派なね、人間になれると、わあ、ね、こんな感じで、ね、これをほっとくと、もう、もっともっと大変なことになっちゃうから、今のうちにね、でさっきその朝さ、こんな感じでやったわけですよ。そうしたらさ、さっきの黒い毛布にね、うんこボーンってやって、まあちょっと今パーッと行ってきてますね。そうダメですよ、出ちゃダメですよ。
全大丈夫。ネズミ返しじゃなくてね、猫返しと、ね、かなり強力なものをね、うん、さて、間に合ったかな、大丈夫かな、大丈夫だな、よいしょ。ちょっとあれだな、うんこがついた髪がちょっとだけ、ね、散乱してるけど、まあ問題ない。かわいい、かわいい、かわいい子猫ちゃん。ナンバーフォーか。さあ、ちょっと場所を変えて。ほら、早速うんこですか。こんな感じでね。いやー、これがちょっと遅かったからね。やっぱ何事もね、すぐやんないとね、うん、状況は刻々とね変化していくもんだと。かわいい、ナンバースリー、ナンバースリー、かわいいな。おお、お腹が鳴ったぞ今。この子です。君が一番可愛い。しかしもっとね、男であるからもうちょっとね、うん、みんなに揉まれてね、うん、自分からどん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 ね行動していかないと、ね。聞こえますか、このペアリング。この子だけ乗ってて、5匹がね、みんなでバーってやるとすごいよね。あー、バイブレーション感じるよね。自分のお腹、あー、いたったったった、いたったった、爪が痛くて。あなたそんなにさ、あ、私がだからもう一個ね、結局履かないといけないんだよね、スウェットのパンツを。もし遊びたいときは猫とね。まだ食べてんだ。よく食べるな。ナンバーフォーか。ナンバースリー。ナンバースリー。あら、なんだこれ。ちょっと何これこれ。
ん、どうしたんだこれ。うわ硬い。これは喧嘩をして引っかかれたのかな。で固まって、まあわかんないけど、うん、しかし猫の毛ってすごいね。まあこれ記念に取っとこう、ちょっと痛い。ここで爪研がないでよ。でもそのつあおナンバースリー、ずいぶんあれだな、たくましくなったな。なんだ俺に歯向かってくんのか。何をしたら私あなたに今ね突然なんか襲いかかってきた。まあそれでいいんだけどな、それでいいよ。おなんだ、頑張れ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 。ナンバースリー頑張れ。ああうんすごいな、だん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 ね、うん、みんなとこういうまあ遊びでねやってんだけど本気でやってないからね。全然こういうことしてなかったんだね、うん、ちょっとあれだろうね、目覚めてきたんだね男っていうね、うん、ものに。そうなんだよ、強くないとよ。ああ痛い痛い痛い。強くなければね食べ物もろくに食べない、食べれなくなっちゃうんだよな。ノー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 。
あっ、オーノー、ソーリーソーリー、あー今そこにごめんごめんごめんね、すいません、あー、びちょびちょになっちゃった、うわー、すいません、私の、わー、ごめんね、じゃあちょっとお詫びにちょっと何か、うん、何か特別にあげようと、そうだ、あれがいいか、うんうんうん、まあこんな感じでちょっとね遊んでましてね、濡れちゃったじゃん、あーでも大丈夫、ちょっと舐めてあげてるからな、おやすみなさい、ね、ようやくね外からね解放されて今、うん、どうしたの、どうしたの、よかったね、ワン、ツー、スリー、フォー、そう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 、まあこんな感じでね、あのまあもちろんね猫たちもね思う存分この家路をね走り回ってほしいんだけど、朝からこれやっちゃうとね大変なんだ。よし、上行こう。かくれんぼだな、かくれんぼ、大丈夫ね、よし、おどうしたの、どうしたの、どうしたの、君は一体さっきからご飯食べたいの、もしかしてね、わかった、ご飯か、よいしょ、遊びたいんだね。
あの、ご飯あるよ、ご飯。うん、そう、あ、食べないの？食べないの？なんだよ。ご飯あるのに。やっぱ外の方がいいんだね。で、もう一匹はどこ行った？あ、いたいたいた。ラッキーキャット。君の名前はラッキーキャットでございますと。全然ダメだ。遊んでくんない。誰も遊んでくんない。ねえ、遊んでよ。まだね、慣れてないからね、あっちこっちね。まあ、こんな感じで、ね、やってますんで。じゃあ、失礼しますと。ワン、ツー、スリー、フォーでしょ。あと一匹どこ行ったんだな。おお、滑っちゃって。まだまだだな、まだまだ。思う存分走り回ってくれ。ほらほら、なんで逃げちゃうんだ。なんで逃げちゃうの。ワン、ツー、スリー、フォー。ナンバースリー、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  I love you, I love you, ナンバースリー。これ危ないな、ちょっと閉めとこう。この音にビビっちゃった。さあ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 、まあこんな感じでね。じゃあ、そろそろ切ります。ありがとうございますと。
暑い。一気に暑くなったな。今まであんなに寒かったのに、今度は暑い暑いと。まあこんなわけで、じゃあそろそろ終了します。ありがとうございました。新聞の杉と申します、防衛政策の関連で伺いたいんですけれども、この6月の骨太方針で25年以降も可能とされた防衛増税の実施時期なんですけれども、まだこれ決まっていなくて、年末の税調などで時期を明確にするお考えがあるのかというのがまず1点で、あとその防衛増税とはちょっと違うんですけど、防衛装備移転三原則の見直しについても、今与党でずっと議論してればおりますが、防衛、装備移転三原則とその運用指針についてどういった見直しをいつまでにする必要があるというふうに、現在総理お考えになっているかをお聞かせ願いますか。はい、昨年末に閣議決定した枠組み、そして本年の骨太の方針の中で、この行財政改革を含めた 財源調達の見通し、これをしっかり考え、そして景気や賃上げの動向、そしてそれに対する政府の対応、これらを踏まえて判断するとされています。今まさに政府与党で、こうした観点から議論も、さまざまな議論も行われているところです。ですから引き続き、政府与党で、この緊密に、こうした議論を通じて連携をして、そして具体的な時期について判断していかなければならないと思います。ですから今申し上げたような議論、これをしっかりと見極めた上で方向、時期等についても判断していくことになります。今議論の最中でありますので、今この時点でいつということは申し上げるべきではないと思います。
ですか、西です。はい、冒頭総理のご発言の中で、3本の柱の話がございました。政策課題として、経済、社会、全体、安全保障だったと思います。でそれぞれの分野につきまして、留任する閣僚の方がいらっしゃると、それ必要だったということで、そのご指名があったんですけども、外交安全保障についてのみ、留任する閣僚はいませんでした。この分野こそ政策の継続性という意味で、必要なのかなと思ったんですけど、なぜここの分野で留任する大臣がいなかったのか、特に林外務大臣、なぜこれ変える必要があったのか、この点をお伺いしたいと思います。ご案内のとおり、外交は外務大臣、あるいは防衛大臣をはじめとする閣僚も大きな役割を果たしますが、それと合わせて主導外交というのが大変大きなこのウェイトを占める、このように認識をしています。私も内閣外務大臣を務める中で、外交の対応、そして外交における主導外交の、この重要性、こういったものを痛感をいたしました。私自身この主導外交において、大きな役割をこれからも果たしていきたいと思います。そして合わせて、こうした外交を支えていただく有能な人材は自民党の中に多数おられます。もちろん、どちらも林大臣も大変優秀な大臣が来るんですが、すいませんね、ちょっとすいません。How are they? All playing? Yeah.Kiss me.